はい、どうもこんにちは、こんばんは、V ジャンプ編集部の内田です。今日は、なんとナルティメットシリーズのカリスマ河本中人に来ていただきました。どうも、みんな、河本中人、今日は何をしに来てくれたんですか？今日はですね、ナルティメットストームジェネレーション、はい、2月23日発売の、はい、ソフトのですね体験版をご紹介させていただきに来ました。もうできちゃうんですか？できちゃいます。わ、すごい楽しみですね。これをですね、内田さんにやっていただこうと思ってます。なんと僕が。じゃあ早速レッツゴー。それでは体験版いきます。はい、まずこれがですね、はい、体験版の始まりに流れるオープニング。少年ナルトからの感じなんですね。そうなんです。そうです、ナルトのですね、はい、ストーリーを追っていくためのムービーなんですけども、はい、こちらがですね、スタジオピエロさんが制作した豪華ムービーなんですね。これはもうここだけでしか見れない。そうです、もうゲームの中でしか見れない。おっと、じゃあこの辺で、あとは体験版をやっていただいた方に見ていただく形にしましょう。わ、はい、かりました、頑張るぞ。あおう、はい、はい、戦い始まります。ナルトですね。ナルトです。おっと、体験版ではですね、操作できるキャラクターは決まってるんですけども、はい、プレイヤーは基本的にナルトを操作しているという形になります。そうですね、敵からの攻撃でどんどん自分が動けなくなってしまった時に、はい、今おっしゃっていただいた代わり身をぜひ使っていただくと効果的です。で、代わり身が L2 ボタンを使うとできます。相手からの攻撃を受けた瞬間に、そうです、はい、その通りです。今出たのが代わり身です。で、左上に、まあ、ゲージが、黄色いゲージが出ていて、今ゼロなんですけど、はい、こちらが、溜まっていると代わり身を使える。もう下すぎちゃうと、じゃあそうなんです。なのでこの辺の駆け引きが重要で、はい、結構上手い人同士だと代わり身合戦みたいになる。ああ、よくありますよね。そうなんです。代わり身が先になくなった方がこう動きが取れなくなる。達人抜きにしてサスケもうまく攻めてきますので、おで今回はい、コンボ、ナルトコンボを使えますので、はい、丸ボタンをこう連打する形で、敵にコンボをヒットさせることができます。そうですね。お、今影分身が飛ばしましたけど、ね、コンボですね、はい。上を押しながらこう今丸ボタンを連打したりとか、はい、横ボタンを押しながら、コンボを出したりとかで、はい、コンボの種類が結構変わるんですね。上に押したら上には蹴り上がりたし、ね、そうなんです。なので、いろんな自分の好みのコンボを好きなように出すことができるというのも今回の特徴です、はい。お、なかなかいい勝負になってきましたね。おお、なるほど。いいですね、これ代わりを。で、あとですね、もう一つ、はい、三角丸ボタン、はい、三角丸ボタンと押すと相手に忍術を決めることができます。それです。これですか？あ、惜しい惜しいお、そしてサポートも来ましたね。サポートは LR、押すだけで出てきます。今回はこういう結果に合いました。花を持たせてあげましたけど、はい、まだこれ何度もできますんで、次絶対やっちゃいましょう、これを。了解です、はい。で、はい、今回、まあ、どうしてもなか勝てないというお客さんのために、負け続けるとこう難易度がちょっと調整されていく形にもなってますので、じゃあ初めての壁にももう全然できます。諦めずに何度も挑戦していただきたい。ここに左下にですね、はい、人数があって、これ十字に対応してる、ね、ラーメンと、そうです、ラーメンと、はい、火薬玉と、はい、あと毒の札と、はい、まあ、火薬回復等はあるんですけど、はい、十字キーの左押すと、はい、右に出てる玉が飛ばせたりとか、はい、なかなかサスケもやりますね。お、奥義っぽい、来ました、来ました、奥義が来ました、来ました、完全に決まりましたね。なかなか強いですね、はい。どうですか、この体験版のこのやり込みの深さというのは。
いや本当にこの体験を待ってもやり込みが素晴らしく入ってます。すごいですよ。これ悔しくてもう1週間まだ1戦目ですからね。そうですね。これお出てきましたこのカメラ。これがあの難易度を下げて挑戦できるという。まさか。そうなんです。あのリトライするたびに今後はあの難易度が下がっていくので、はい、あのちょっと、まあ、このゲーム難しいなと思った方でもあの次のストーリーへ進めると。試しにじゃあ一回下げてみましょうか。一回下げてみましょうか。じゃあもうしょうがない。はい、来ました。次はペイン戦です。ペイン戦です。で、今回はもう、ナルトがですね、1000人のナルトです。そうですね。はい。さっきと違って、コンボの種類とかも、いろいろとこう、パターンが変わってます。パターンが種類変わってます。そうなんです。全部変わってます。で、あの、はい、前作のストーンシリーズとの動きっていうのも、はい、変わってますので、あの、新たにこのジェネレーションでのコンボっていうのを楽しめる、はい、新アクションが新アクションが出てます、うん、なかなか口を下げる。あ、いいですね、螺旋連眼決まりました。あ、なんかなんかやれてる、やばい、あー、待って、ちょっといや、なかなか敵もやりますね、これは。じゃあもう一回、もう一回やりましょう。もう一回、もう一回ぜひお願いします。こんなナルト見たことないですから。そしてこう、ペインには勝って、ペインには勝っていく。戦闘開始。お、風船螺旋手裏剣が来ましたね。バッチリ決まりました。やりすぎちゃったか。すごいですね。もう体力ほとんど減りました。相手の体力が。お、そして、お、タケモリ氏のこのコンボ。いけ。お、お、決まった。決まった。これは、これは勝利の目が見えてきてますね。またコンボがうまくいけば。さっきのコンボだった別の、はい、このこれも攻撃しながらです。おお、お、相手がほとんど体力がないです。さあ、じゃあとどめの螺旋連眼決まりました。やりましたね、これで勝ちました。勝ちましたね。素晴らしい。といった形でどうですか、体験版ちょっとまだあの、はい、この後もあるんですけども、今回はここまででご紹介を。漫画の中の技がこんなに再現できるってすごいですよね。そうですね。ナルトになった気分ですね。それこそがもうアルティメットストームシリーズの特徴となってます、ね、ストームの目にふさわしいこのスピード感。そうですね。かなりすごいですね。嵐のようなスピード感とかスピードを出してますね。で、今回こちら2月23日発売なので、はい、ぜひお客さん楽しみにしていただきたいなと思いますので、はい、じゃあ2月23日はアルティメットストームでぜひプレイをしてもらおう。